アレクサンドレ・メラビスゼ・クビタ・シビリは、ジョージア及び、ウクライナの政治家。ジョージア労働、保険・社会保障大臣、トビリシ国立大学学長、ウクライナ保険大臣などを務めた。サンドロ・クビタ・シビリ表記の場合もある。1970年に、グルジア・ SSR の首都トビリシで誕生。クビタ・シビリは1992年に、トビリシ国立大学を卒業し、 歴史学の学位を取得。その後アメリカ国務省教育文化局のエドマンド・エス・マスキー大学院フェローシッププログラムに参加。ニューヨーク大学のロバート・ F ・アーグナー公共政策大学院で学び、1993年に公共マネジメントの修士号を取得。グレーデ記念病院の財務部及び総務部で短期間働いた後、1993年にジョージアへ帰国。 国連開発計画、合同メソジスト協会救援委員会、ジョージアの NGO 国際基金団体、クラキオ、イーストウエスト研究所に参加。アゼルバイジャン、ラトビア、ウクライナ、アルメニア、ギリシャなどに拠点を置く、様々な国際機関において、教育、医療、社会保障その他の問題に関する顧問を務めた。2008年1月31日、首田シビは、 当時のミヘール・サーカシビリ大統領の指名を受け、労働、保険・社会保障大臣に就任。2010年8月31日、学会からの申し入れを理由に大臣を辞任し、2010年9月から、トびりシ国立大学の学長代理に就任。その後2010年12月27日に、正式な学長に就任、2013年6月12日の辞任まで、務めた。 2014年12月2日、第2次、ヤツニク内閣は、ウクライナの医療制度改革を期待して、クビタシビリを保健大臣に任命した。また同日、ペトロ・ポロシェンコ大統領は、クビタシビリに、ウクライナの市民権を与えた。就任に際しクビタシビリは、私はここ3ヶ月間、ウクライナの改革に尽力したが、この国に対する私の愛ははるかに長い歴史を持つ。 私はウクライナへの深い敬意を理由に、ウクライナ政府で働くという提案に応じた。私はこの素晴らしい国の国民であることを誇りに思っている。とコメントした。一方、ジョージア首相、イラクリガ・リバシビリは、この任命に否定的な反応を示し、奴は、ジョージアの医療システムをぶち壊したと、首タシビリを非難した。2015年7月2日、首タシビリは、 ペトロ・ポロシェンコブロックの指示を失い、辞表を提出した。首田シビリは、私が辞任することで改革を指導するために必要な、法案を可決する手助けになるのならば、去る心構えができている。と述べた。ウクライナ議会は2015年9月17日、首田シビリの辞表を却下した。その後ウクライナ議会は2015年12月22日まで4回。 首田しびりの辞任を否決した。2015年12月10日、首田しびりは放送局ウクライナトゥデイのインタビューにおいて辞任をウクライナ議会が認めてくれないことについて4回投票が行われたものの十分な賛成票が集まらなかった。7月からも前と同じ時間、同じ労力で働いている。と述べた。2016年2月4日、首田しびりは 辞表を公式に撤回した。2016年4月14日、フロイスマン内閣の発足に伴い、大臣を退任。ありがとうございます。